To the Woods. Maybe it's not a Disney song in the traditional sense, but it's from my favorite composer, Stephen Sondheim, so I have to vote for it. Greetings from Sydney. Sporadic Erratic sends in $50 and says, donating directly from the back couch for the game that kicked my butt when I was a kid. It's great seeing you runners tear it up for such a great cause. So we've got some incentives for you guys. The next one on the list is Cave Story to go and find Chaco's lipstick, currently sitting at a total of $6,495.42 out of 7,500. And if met, the runners will hunt down and find the lipstick. はい、皆さんお疲れ様です。どうも、モデレーターの方変わりまして、ここからブレイク、私はブレイクです。というわけで、次のゲームは TMNT4 タートルズインタイムとなります。解説の方をお呼びしますので、もう少々お待ちください。Auraman96 donates $50 and the comment reads, sometimes some crimes go slipping through the cracks, but these two gumshoes are picking up the slack. There's no case too big, no case too small. When you need help, just call Sinister One and General Andrews Rescue Rangers. Thank you for that great speedrun.はい、皆さんお待たせしました、解説の方がですねいらっしゃいました、クラッチョさんとリンダさんになります。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうもどうもあ、そういう感じですか。いや、わかんない。どういう感じで言えればいいのこれ。わかんないです。まあ、いいんじゃないですか。はい。そうですね。皆さんご存知、亀だよ。亀だよ。はい。ということで、ゲーム始まる前までに、いろいろと説明していただいて、はい、いただければと思います。まず自己紹介がしてないですからね。どうもだけ言って。あ、ごめんなさい。私、クラッチョと申します。わーい。わーい。タートルズインタイム解説します。リンダと申します。よろしくお願いします。わーい。わーい。ということで、この、タートルズインタイムなんですけども、もともとは、アーケード版が1991年に出てまして、それを、スーファミ版に移植したっていうような形になってます。あ、そうなんですね。ただ、日本ではアーケード版はロケテだけでお蔵入りになったらしいんですけども。おまあ、一部ではプレイすることができたりできなかったりっていうのがあるみたいです。はい。で、TMNT4 っていうのは、まあ、先ほども、じゃないや、初日にあった、TMNT2 みたいな、まあね、それから続く作品の連番で、
ストーリーの概要としては、まあ、いわゆる、シャワキちゃんみたいな、シュレッダーに自由の女神を奪われまして、それを取り戻すために、タートルズが、はい、いろんな時代に移動させられながら、戦いに挑むと。黙れスバコーとか言えばよかった？そんな感じです。はい。で、今回のカテゴリーが、COPA2% っていうことで、はい、プレイヤーが2人で、コントローラー2つと。ああ、協力プレイでやってくださるんですね、今回は。ですね。で、スピードランコム上では、ただの A2% もあるんですけども、そちらは、でも、今は、ワンプレイヤー、ツーコントローラーでやってるのが主流みたいですね。へえ、すごいね。今回の、プレイヤーのドス・ポストマンっていうのかなさんと、ジェネラル・アンドリューさん。はい。このお二方は、現在難易度、イージー、ノーマル、ハード、全部3冠ですね。カメ王者だ。カメ王者ですね。いわゆる、計測範囲としてはキャラ選択をして、操作可能になってからタイマーが始まって、で、うん、シュレッダー、まあ、ラスボスなんですけども、撃破したらそこで終わると。そこで終わりと。なるほどですね。まあ、なので、我々がニコ生でやってたのとは微妙に違うんですよね。まあ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 。うん、まあ、まあ、でも、そんな僕らもですね、一応協力プレイやったことありますもんね、昔。ありますね。大変な、大変なことになりましたけど、むずっとかって。もうすぐ始まっちゃうんですか？お、来ましたかね。ゲーム、まあ、特徴としては、ティーネージミュータン、ニンジャタートル、ティーネージミュータン、ニンジャタートル、ヒューズル、ハーフシェル、テトポール。いいですね。いいですね。これ、すごいアクションが多彩なんですよね。同じジャンプ攻撃でも、攻撃ボタンを押すタイミングで出る技が違うとか、投げ技が複数あるとか、そんな感じで。で、キャラはおそらく、ドナテロとラファエロを選ぶと思います。始まりました。ピックアップを 3AM。で、このキャラ選んだ理由が、まあ、ラファエロの方がもう、とにかくスピードが、リーチは短いんですけど、スピードが速くって、あとダッシュ攻撃が強いとか、必殺技が強いとか、そういうのがあるので、まあ、RTA ではほぼ間違いなく、一択と言っていいぐらい使われます。で、ドナテロの方は、特徴としては、リーチは長いけど、鈍速っていう感じなんですけど、まあ、これ、で、使われる理由としては、おそらく、ジャンプ武器攻撃ってのがあるんですけど、ジャンプしてる最中に、特定のタイミングで武器をこう、振る攻撃があるんですよ。それだけがやたら強いんですよね。だから、この道中で採用してるのかなって感じです。まあ、とにかく攻撃力の高い攻撃、攻撃手段がある、この二カメを選択しているということですよね。で、まあ、道中の雑魚は基本的に、ダッシュ攻撃。で、ラファエロの場合はダッシュキック。ダッシュキック。ドナテロは、まあ、うまくサポートしてねぐらいの移動速度がとにかく遅いので。そうですね。そんな感じで進んでいくかなっていうところです。はい。さあ、最初のボスですけども、バクスター・ストックマンですね。バクスター博士ですね。はい、これはまあ良きところでドナテロがジャンプ攻撃してれば勝手に突っ込んでくるんで終わると思います。さあ結構軸をミスってるような、なかなか空中で攻撃が当てられていないが、こんな感じですね。今まあ、まあ、はまれば早いと。さあ皆さん、ステージをクリアするごとにカワバンガまあ、そんなノリでいいと思います、はい。ステージ2もまあ基本的には同じですね。ここでやることはあんまり変わんないかなって感じなんですけど、基本はダッシュでケチらしなダッシュキックでケチらしながら
あとは、はいはい。一回攻撃を当てると敵がひるむ状態になって、そうなると、掴むっていうことができるようになって、そこから投げボタンを押すと、攻撃ボタンを押すと、投げるっていう操作ができるようになるので、画面手前に投げたり、左右に叩きつけたりです、ね。叩きつけたりでできると。で、これが後々必須、ボスを倒すのに必須のスキルになるので、できないと詰みます。意外と操作難しいんですよね。ですね。これが、左右に十字キーを入れるかニュートラルにするかで投げ方が変わっちゃうので、慌てると、キーが入って、あーとか。うまいところに投げられないと。で基本的にこの投げで叩きつけるとそれも一撃で倒せるので叩きつけて、巻き込んだ相手の方ですもんね、一発で倒せるので、まあ多用しますね当然はい、ステージ2メタルヘッドですね。メタルヘッドはもう必殺技連発で一気に削って、ちょっと外したかな。で体力が減るとジャンプ移動するようになるんで、位置を把握してまた必殺連打で終わりって感じですはい、皆さんご一緒にカワバンガでシーン3ですけども、これボーナスステージっていう名目なんですけども、普通にダメージも受けるし残機も減りますボーナスステージとひどい話ですね。で、ここなんですけど、道中、ドナテロの、必殺技を連打して、体力を減らして、敵に殴られてっていうことで、間引き作業が始まります。なんで？これは後々のステージで、そう、ちょっと使うんで、ここで間引くっていうか、なんだ、残機数を1にして、うん。っていうような感じですね。1までするかな。罠にわざとぶつかる。ぶつかって。ああ、本当にわざとぶつかってる。あっちょあっちょして。あっちょあっちょしてますね。で、まあ、なんだ、この、ルール上、その残機の初期設定って結構自由になってるみたいなので、はい、今回は残機5でスタートしてるんですね。これはプレイヤーによって、まあ、違うみたいです。一応なんか裏技で10機まで伸ばせるらしいですね。ですね。とか言ってる間に、ボス戦が始まってしまいますね。ラットキングですね、ボスは。ラットキング、アニメでは味方になったり敵になったりしてたキャラですけども、まあ、やることは壊せっていうポイントがあってそこに必殺を連打して終わりです早い早い。カワバンガー、画面が止まってしまっている。で、ステージ4で、ここですね、これがちょっと見どころというか、バグワープが技がちょっとあるので、注目してみてほしいなと思うんですが、そろそろですね、これできるかな。さあ、犬を残しながら噛まれると、さあうまくいくかな。さあちょっとグダってますね。クラッチさんがピザ取りに行ってますねみたいな感じですよねさあここでうまく、これでできたかな。できましたね。本来であればこの後にトッカラザーっていう中ボスとザコ連戦のエレベーターがあるんですけども、それがスキップされます。
で、一気にボス戦のシュレッダー戦になっちゃうんですね。はい、失礼しました。ピザ取りに行ってました。で、これ右上の、2プレイヤーの名前を見てほしいんですけども、ラファエロなのにミケランジェロになってるんですね、名前。なんか、とんでもないバグを使ったみたいですね。わかんないですけど。ですね。これがおそらく、同じ、2人のキャラを同じ座標に置いて、さっきの犬の敵キャラに噛まれると、たときに、反対方向を振り向くとか、なんかそんなことをおそらくやってんのかなって感じなんですけど。それが成功すると、ね、一気にボス戦まで飛ぶと。実写版タートルズ、劇場版タートルズ第2作目のファンの方々、ごめんなさい。トッカとラザーはいません。いません。ごめんなさい。ここが、まあ、先ほど言った、画面手前に投げるっていうのが唯一のダメージ手段なので、それができないと、詰むと。そんな感じですね。で、ここから、いろんな時代にタートルズが飛ばされるっていうような流れになりますね。で、ここで、ステージ5なんですけれども、ここでおそらく開幕、残機ゼロになったドナテロを間引くかなと思います。まだ 2P 側はミケランジェロの名前なんですね。ずっとこのまま多分最後まで変わんないでしょうね。ミケランエロとして。あくまでもラファエロですよね。微妙になんか、赤いハチマキだったのオレンジに見えている。わかりづらい。わかりづらい。さあ、ラファエルが2人になりました。おおそらく、まあ、名前がミケランジェロなんで、この、通常は同キャラできないんですけど、そうですね、扱いとしてミケランジェロなんでできるっていう状態になってんのかなと。ああ。まあ、いわゆるミュータントなんで何ができてもまあ同じ亀が2つ生成できてもまあそんなにまさにまさにタートルパワータートルパワーすげえ何でもありだぜって感じですけど、これで2人ともようやくそのスピードが速いラファエルを使えることができるので、もうあとは敵をバサバサとですね。で、ボス戦は基本的に必殺技連打で処理していくっていうような感じですね。スーピー側の名前書がミケランジェロだから、今もう両方ともラファエル使えるみたいな感じですかね。おそらくそんな感じなのかなと。さあ、で、スラッシュ戦ですね。これ結構大変なんですけど、まあ、スラッシュがね、いや、だいぶ強いんですよ、こいつ。普通に戦うと。ただ、開幕。おっと、ちょっとミスったかもしれない。ミスったかな。あ、ミスってますね。本来であれば、2人のキャラで挟んで必殺技連打して終わりなんですけど、ちょっと開幕がうまくいかなかったっぽいですね。まあでも、こんな感じで。問題なく。問題なくって感じですね。ガワーバンガー。ガワーバンガー。We have practiced no reset runs a lot for this, so we came up with a lot of backup plans to deal with. そうですね。今はピザ拾ってなかったですけども、まあこのゲームのピザは体力全回復なんで非常にお優しいアイテムとなってますね。そうですね。なんか同じベルトアクションのゲームでもそのファイナルファイトとかまあそんなに体力が回復しないアイテムとかもありますし、まあ対してこのゲームだとね、ピザを食うだけで全回復しますからね。非常にありがたい仕様ですね。まあさっきのピザ残してたのはまあ保険
保険か、まあ、取る必要がそもそも足りると判断して。基本的にそのステージをクリアするごとに、そのライフが特定になるので、多分、終わるときにライフが少ない方が、まあ、カウントする時間が短くていいのかな。まあ、それはありますね。で、あとは、このステージだと、黄色い、まあ、これはさっき、これとは別で黄色い雑魚キャラがいるんですけど、出てくるんですけど、これが非常に厄介というか、緑色、今出てきたんですけども。ああ、この黄色ね。黄色ですね。な緑色の何かを持っている。これ最初間違えると一生それに殴られて終わるので。我々二人やった時もね、あいつに殴られてましたから。ですね。で、ボスが、ビーバップと、何でしたっけ、ロックですね。ロックステディ。まあ、これはどっちかを倒せばクリアなんですけど、まあまあ、ほぼほぼ同時に倒したかな。ですね。一定以上ダメージを与えると勝手に同士打ちとかもするんですけど、まあ、必殺連打してれば問題ないですね。ああ、やっぱ同士打ちするんですね。してたんですね、今。仲違いします。で、ここがステージ7ですね。ステージ7ですね。ここの BGM がね、またいいんですよ。いいですね、ここ。ヘイッ途中でヘイって入ってくるんで。ヘイまあ特段なんか新しいギミックあるかな。まあ上から急に樽が降ってくるとかそれぐらいはありますけど。まあ基本的にヘイと言ってれば終わってるステージなんで。あとは、なんですかね、いくつかスクロールで雑魚処理もスルーできたりとか、できる場所もあるので。いやー、敵処理スムーズっすね。スムーズっすね。的確にその攻撃力の高い攻撃を当てられてるから、いや、本当にスムーズ。本来であれば、紫のやつ以外は結構、体力もあったりして、ワンセットの攻撃で倒せなかったりするんですよね。うん、さあ、ライフ1。まあ、とはいえ、2人同時にゲームオーバーにならなければ、なんかものすごいロスが発生するとかはないと思うんで。ボス、レザーヘッド戦ですね。3回攻撃すると無敵になって画面反対側に移動していろいろ物を投げてきたりするんですけど。一人サボってますけど。もう ほとんど一人だけで倒した。まあ問題ないですね。カワバンガ。結構カウンター攻撃とかされたりして尻尾振り回す。何気に大変だったりするんですけど、まあ問題なくって感じですね。なんかとうとう来年みたいな感じになりましたよ。そうですね、こんな感じになってると、このステージ8も、ボーナスステージを歌ってますが、同じくボーナスとは何なのか何なのかです。で、道中の敵はまあこうやってかわして全部無視しても構わないので、勝手に強制スクロールっていうわけじゃないですけど、強制的に進んでいくので。F0 の世界、確か。両脇にバリア張ったら終わりですよね。ここのステージどうもね、なんか情報によると、そのアーケード版と、なんかだいぶ改良が加えられたらしくて、まあ一部のファンにとっては不評らしいですよ。なるほど。そうですね、切れ目とかでなんか落ちてダメージ受けたりするんで、ジャンプしなきゃダメとかそういうのはないです。ステージは飾りなんでね、隅っこでおとなしくしてれば大丈夫です。
got $10 from Desperado. Says, I'm super proud of you guys running TMNT on the big stage for a great cause. 真面目にジャンプしてたんですよね。子供の頃とかやってた。さあ、で、ボスが出てきますが、ね、チラッと見えてきましたね、ボスが。さあ、奥になんか飛んでますね。なんでしょうね、あれ。さあ、出ました、スーパークランですね。まあ、結構体力があって、大変なんですけど、まあ関係なしで、もうあれですね、自分の残機も犠牲にして必殺連打で終わらせましたね。スナガルが飛んできましたね。本当はライフ、本当はライフ2とかで一定以上にな、一定以下になっちゃうとジャンプして、あ、画面外に飛んで地雷ばらまいたりとかするんで、それを抑えるために3からライフ3から一気に必殺技で処理したような感じですね。さあ、ほぼラスト、これはラストステージかな。まあ、ボス戦、ラスボス入れると、まあ、ラス前というか、ラストステージというか、難しいところですけど。いや、本当、難易度のハードだと、敵の量がね、半端ないんですよね。どんどん湧いてくるから、この雑魚の処理に手間取ってると本当に後ろからドンって投げられてあともうタコ殴りみたいな。んと、道中はダッシュキックで、ダッシュキックと必殺技かですね。あと掴んで投げて、ダッシュタックルからひるませて掴んで投げて叩きつけとかを、本当にうまいっすね。鮮やか、鮮やか、鮮やか。すごい簡単にさばいてるように見えますけど、実際の操作って多分すごい、多分コントローラー側がガチャガチャやってると思いますよ、これですね。ダッシュ操作がオートとマニュアルと選べるんですけど、まあ今回はマニュアルにしてると思うんですけど、ていうかしないとこの操作はできないので、オートだと一定距離歩くと自動、勝手に走り出すみたいな操作になるので、それだととてもハードきついんじゃないかな。で、移動が基本ダッシュなので、ずっと横キー横をトン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 ってやってる。そんな感じの操作をやってるんじゃないかなっていう感じなので。とか言ってる間に、ボス戦に入りますね。はい、出ました。クランゲ UFO 戦。クランゲです。まあ、やることは一緒なんですけどね。一緒なんですが、今みたいに泡に閉じ込める攻撃とか、雑魚をばらまいてきたりとか、ボディープレスとかしてくるんで、まあ必殺技が届く高さの時は必殺打って、高い場所にいる時はジャンプキックみたいな感じで、とか言ってる間に終わってると。さあ、テクンダウン、ザ・ファイナル・シェイ・ショック。ってことで。まあ、シュレッダー戦ですね。スーパーシュレッダー。うわー、ラスボスだー、なんて強そうなんだ、なんだ、こんなに勝てるわけないよー。ということで、3種類攻撃がありまして、赤だと炎、青だと対空のビーム、緑だと一発即死の亀状態に戻す光線っていう攻撃の3種類を使ってくるんですが、まあほとんど見れないまま連打と終わり、 GG とカワバンガー。いやー、鮮やかでしたね。
や、早いっすね。21分。これ多分2人でやったとき普通に40分ぐらいかかってましたかね。かかってましたね。つかむしろ僕ら1人でイージーでやってよりも早いですよ。ですね。あの雑魚キャラがとかの処理が大変なので。いやー素晴らしい。いやーすごかったですね。いやー素晴らしかったです。というわけで、TMN、ミュータって言いづらいっすね、わかりますけど。TMNT4、タートルズインタイムの方終わりました。解説は、クラッチョさんとリンダさんです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんこれだけ覚えて帰ってください。カワバンガ！ありがとうございました。では次のゲームの方の準備に移りますので、少々お待ちください。